はい、皆様、こんばんは、サミルと申します。じゃあ、今回は昔のコマーシャル、カメラのミノルタ編、こちらの動画を再生して、やっていきたいと思います。ということで、動画の方を再生したいと思います。えい、おなんか喧嘩してんな。で、可愛い女性が、綺麗な女性が、世界のデュアル、ミノルタ XD。ミノルタ。ミノルタ。It's just my type. ミノルタ。すごいなぁ。カメラだ。思いのままに、お、水族館、なんか、外人さんが出演する率高いな。コアラが、オーストラリアかな？ワクワク、あ、ドキドキ、カンガルーかな？いやー、楽しそうだ鮮獣のな。家族旅行かな。ミノルタアルファ7000。世界中の栄誉独占って書いてあるな。ミノルタ。うお、白雪姫っつってますね。わー、メガネっ子だ。すげえ。アップが簡単。ワンすタッごチ。いあられちゃんみたい。うわー、なに、ガチムチが出てるな。思いっきり乳首出てるし。なんなんこれ。ぐんと伸びて大きく取れる。あんなの YouTube で出したミらノルあかタ、んや永遠とろ。出れ。なんかガチミムノチルタ。パンツレスリングに出てたような、なんかお、なんか歌が違うバージョンですか今度は。お、相変わらず、お色直しで、お化アップ粧が直しで簡す単。か。ワンタッチ。これ何なんだ。ドヤ顔やめえよ、そんな恥ずかしい服装して。レスリングのあれ、グレコローマンみたいなな、大きく取れる。格好してるもんな。ミノルタ、どうい永う状況遠なんだろうな。ミノルタ。みんなあったって言ってますね。わあ、かわいいな、白熊ちゃんか。おお。今、一番新しい全自動カメラ。全自動カメラ。薄型デジタル全自動。わあ、すげえ。わあ、わんぱく小僧が。ああ、ね、氷の上でもね、家族はあったかい感じがね。 家族のあったかさが伝わってきますね。氷溶かすなよ、あったかすぎて。わあ、グラサンだ。思いのままにオートフォーカス。わあ、オートフォーカス。感じるままにズーム。走ってる走ってる。おお、すごいジャンプだ。シャッターチャンスはアルファチャンス。ミノルタアルファアルファ7000。デン、ノートって言ってますね。わあ、すげえ。トーネマリコさんでいいのかな？思い珍のしいままな、に名字ですオートフォーね。カス。わあ。感じるままに赤ちゃんと犬、もう絶対 YouTube で成功するパターン。すごいなー。走ってる走ってる。シャッターチャンスはアルファチャンス。友達なんだろうなミノルタアルファ7000。アルファ7000。ミノルタ。ミノルタ。わあ。なんか似たようなコマーシャルが多いな。今度は野田さんだ。思いのままにトーネさんじゃなくて野田さんだ。感じるままにズーム。お、楽しそうだなー。走れ走れ。シャッターチャンスはアルファチャンス。わあ、どっちミがノル年上タなんだろうな、アこルの犬ファと赤ちゃん7000。は。いるのが年ミ上ノルか。タアルファチャンス。おお、あ、野田美紀子さん。あ、さっきのコンビか。あ、ゴルフやってるよ。思いのま紳ま士にのスポーツだオーからトな、フォーゴカルフス。は。感じるままにズーム。いいな。あー、はしゃいでる。水、そのとシャこ、ッターお、チャンスはアルファチャンス。ナイパー。システム充実。ミこれノ面ルタ白いな。アルファ7000。ミノルタ。メノータ。アルファチャンス。次は野田さんですね、また。わあ、思いのままにオートこうやってね、でも感じ楽るましまい思にい出をズーム。ね、動画で収めててもね、シャッターチャンスはこのアル犬がファね、いチャつかンス。亡くなるって考えると、なんか寂しくなりませんシか？ステム充実。ミノルタ
アルファ7000。犬もいつか旅立つんですよね。俺それ考えるとね、犬と俺昔犬飼ってたんですけど、すっげえ可愛いなって面白いなって接するんですけどね、いつもね最後寝るときね、あーでもあの犬、うちの犬いつか死ぬんだなつって、ね、わーつるっぱげのおっさんがなんでこんなおっさん撮ろうと思ったいろいろ全自動ミノルタマックデュアル、マックデュアルすごいスキンヘッドの反射みたい、反射みたいな人が映ってたけどな、大丈夫なのかあんな人カメラに押さえて、思いのままにオートフォーカス、感じるままにズーム、お尻フリフリ、かわいいなやっぱりな、わあすっげえ望遠鏡みたいなレンズも売ってんじゃん、ミノルタミノルタ、これはこのコンビはメガネがまたすごいな、もうミノルタアラレちゃんみたいなメガネだもん、わカードになった、あこの辺からかな、なんか SD カードとか USB ミノルタアルファ 7700i、 おおミノルタミノルタ、わーすごい、なんだろう、瞬間という楽しみが増えたどういうこと、ミノルタアルファ 8700i だった、ミノルタ花の万博、おおなんかちょっと味変わってきたな、わあなんか老夫婦、あいいな、でもこれな、来たわね、ベテラン夫婦がね、子育ても終えてで仕事も引退してね、こうやって夫婦でまた旅行して、まあでもここまで成功する夫婦が日本に一体何組やってるのかすげえ疑問だけどちなみにうちの両親は失敗しておりますということで、わあすごい、鈴木アンジュさんでしたっけ、すごいな、こんなコマーシャルも出てたんですね、あれ最後のこれちょっと違うカラムーチョのコマーシャルだってなんかちょっとよくわかんないですけど、はい、というわけで見てまいりました、あ昔のコマーシャルカメラのミノルタ編ということでね、なんかやっぱり結構芸能人の方もあんまり出演されてなくてね、最後の方はちょっとチラチラと出てきましたけど、外国人の夫婦とかね、犬と子供とかね、今考えたらあの犬と子供のシリーズなんかとっても今でも人気が出そうなね、そんな感じがしましたけどもね、はい、というわけで、今回はですね安らかに幕を閉じたいと思います。さらばと。